顧客や従業員をどう守る企業防災のポイント。案内役の男。災害はいつ起こるか分かりません。ここでは企業が行うべき防災の在り方を考えます。企業には従業員や顧客の生命を最優先にしなければならない社会的な責任があります。企業防災を考えるとき、どのような観点が必要とされるのか、大きく7つのポイントにまとめてみました。企業防災のための7ルール。ルール1、オフィス家具、事務機器などを固定する。オフィスで家具の配置などを考える場合、効率的で機能重視のレイアウトにしがちですが、大きな地震が起きた場合の安全性も考慮する必要があります。家具を固定していない場合の実験映像。机などが大きく移動し、本棚が次々と倒れる。オフィス家具や事務機器類をしっかり固定することはもちろんですが、万が一転倒した場合でも出入り口を塞いだり、普段使っているデスクに倒れてこない場所に置くといった日頃からの配慮が必要です。ルール2、災害時に必要なものを準備する。企業として社員の安全を守るため、防災用品の備蓄は重要です。帰宅困難者を想定して最低3日間会社で過ごすための備蓄のほか、冬の寒さ対策として防寒用の毛布なども必要です。ルール3、災害時に誰がいつ何をするか決めておく。災害が起こった場合、重要なのは誰がいつ何をするかです。その企業の実態に合わせて、災害が起こった時、顧客の安全や二次被害の防止などどんな対応が必要なのかを想定し、それに対応する役割分担をあらかじめ決めておきましょう。ルール4、防災訓練を実施する。防災訓練は災害時にどのような行動をすればいいかを従業員に周知する貴重な機会です。どのような行動がベストか、どこに避難すればよいのか、お客様への対応はどうすればよいかなど、災害にどう対応すればよいのか、その疑問と解決策が見えてきます。また建物から避難する場合の避難経路は一つではなく、あらゆる状況を考えて日頃から複数の避難経路を想定しておくことも重要です。非常階段と避難はしごの映像。ルール5、地震後の火災に備える。ミスター木月登場。災害による被害をさらに拡大させるのは何といっても火災です。大きな地震などが発生すると、消防車がすぐに来ることができない状況になります。火がまだ小さいうちに自分たちで消す初期消火がとても重要です。初期消火がうまくいかなければ速やかに避難する必要があります。被害を拡大させないために、防火戸がしっかりと閉まるかどうか確認するとともに、避難経路に物を置かないようにしてください。備え付けている消火器や屋内消火栓などの消火設備をはじめ、自動火災報知設備、誘導灯や避難器具など、消防用設備をいつでも使えるよう適正な維持管理が必要です。ルール6、企業が地域にできることを考える。企業も地域コミュニティの一員です。災害時には被害が広範囲に及ぶため、周辺企業や住民と手を取り、お互いに助け合う共助が重要となります。実際に阪神・淡路大震災など過去の災害で多くの働き手や資材を持つ企業や事業所が、災害直後の人命救助や地域の復旧活動に大きな力を発揮しています。日頃から地域住民や周辺企業、事業所と協力体制について話し合っておきましょう。ルール7、ストップ一斉帰宅。ミスター木月登場。最後はストップ
一斉帰宅。2011年に発生した東日本大震災では首都圏で公共交通機関が止まるなどしておよそ515万人の帰宅困難者が発生しました。屋外では余震などによる建物からの落下物やブロック塀の倒壊などといった二次災害に遭う危険性がいっぱいです。さらに交通機関の運行停止によって駅やターミナル周辺に人が集まり集団転倒や渋滞による人命救助活動の妨げなどを引き起こします。災害発生直後に建物の安全が確認できれば一旦職場に待機してむやみに移動を開始しないことが基本原則です。周囲の状況が落ち着き道路状況などの安全が確認できてから帰宅することなどで従業員の命を守ることにつながります。札幌時計台の映像。札幌市中央区北一条西2丁目札幌時計台の北側に立つ札幌時計台ビルは札幌のまさに中央に位置する地下2階地上14階のビルです。入居するテナントはおよそ70社。企業のオフィスや飲食店が中心ですが、専門学校や60人の子どもを預かる保育園もあります。およそ1200人が活動するこのビルは小さな町のようです。ビルを管理する後藤センター長。時計台ビルは赤ちゃんでも安心できるビルにするということで、時計台ビル自体を一つの町コミュニティというような形を取らせてもらって、ビルのテナント同士で共助するということを基本にしております。札幌時計台ビルの防災計画の中に、大地震が発生した場合のタイムラインが記されています。例えば大きな地震が発生した直後、管理センターは何を行うか、そしてテナントはどう行動するのか、1時間後には何を行うか、6時間後には何を行うかがまとめられています。災害が起こった場合に直面する困難をあらかじめ想定して、いつ誰が何をするか、その時に行動すべき事柄が時系列で整理されています。タイムラインを想定しておくことで、災害時にそれぞれの部署が連携し効率的な対応を行うことができます。会議室に集まった人々、この日は時計台ビルに入居するテナントの代表が会議室に集まりました。防災の専門家を招いて災害への対応について考えるワークショップが開かれました。グループに分かれ、もしも大地震が発生した場合どんな行動が必要かをメモ用紙に書き出していきます。優れたアイデアに対しては他のグループの参加者から赤いシールが付けられます。どのアイデアが最もたくさんのシールを受け取ることができるのか、まるでゲームを楽しむかのような感覚で防災のためのさまざまなアイデアが参加者に共有されます。跡見学園女子大学鍵谷教授。真剣にその防災対策をこう考える、でいろんな気づきを得る、これが一つ大きいです。もう一つは、テナントさん同士で仲良くなる、顔見知りになる、信頼できるつながりがそこに生まれていく。そんなつながりをこう生かしながら、困った時は支え合えるっていうのが全体としてとても強くなるわけですよね。ミスター気づき登場。企業活動がいつまでも停滞すると、流通や小売、さらに従業員の雇用など地域の生活や経済への影響も心配です。事前の対策を十分に行うことで被害を最小限に抑えること、そしてなるべく早く事業を復旧させることもまた大切です。企業を支えるすべての関係者が防災に関わる必要なことを話し合い、確認し、共有して、いざという時に備え企業全体の防災力を高めていくことが必要といえます。企業防災のポイント終わり。